ケツバット。おい、新人てめえ。はい。ミスしてんじゃねえよ、お前。先輩、すいませんでした。ケツ出せ。お願いします。行くぞ、お前。はい。おい。あーだ。先輩、ケツじゃなくて、背中。あ、悪い。大丈夫か、ちょっと見せてみる。嘘だろ。青技が地図の形になってる。この赤いところ、ここに宝があるのに違いない。俺、保健室に…ちょっと待て、お前今そういう状態ねえな、お前。あー、先輩肩、肩で…ちょっと…やじろし先輩先輩先輩嘘だろー。コンパスとヘッドライト、そして地図、冒険の準備がどんどん整っていくマジで俺、保健室って…お前今そういう状態ねえやろ。あー、先輩血出てんじゃないすか。すまん。え、ポケット食料来い、次食料来い、食料。嘘だろ食用ヤモリの干物。しかしこれ驚くほどまずい。うえ、あ、ちょっと出せ出せ出せ。飛び出したへそのごま嘘だろう、メロンの端になったなんかキュウリに蜂蜜みたいなことが起こっている。ここで先輩、マジで、保健室、先輩、おい、どんどんくれ、どんどんくれ。あ、先輩、今眠いです。え、ああこれ、ひょっとして嘘だろう、スマートフォンが充電できる LINE の受信をお知らせしてくれるすげえ、すげえ。指が変な方向に折れた。嘘だろ、マシンガンが手に入った。うわあ、痛い痛い痛い。先輩、腕、あ、悪い、大丈夫か。脱げ脱げ脱げ。先輩、ちょっと腕に穴開いてんじゃないですか。これひょっとして、嘘だろう、あなただけの腕が振りになったああ嘘だろう、この笛を吹いてあの会長ラマミールを呼び出すことができる。巨大な鳥の背中に乗って七つの海を旅するぞ。行くぞ、くわい。先輩、おい、どうした。もう無理っす。おい、後輩、宝探しを。野球で過ごした先輩との2年間が僕にとって最高の宝物だったのに。ち、嘘だろう、流れる血が天の川みたいで綺麗だな。こりゃ飛んだお宝、ミッケ。